youtube どうもこんにちはゆっぴですいつもご視聴いただきありがとうございます。ということでですね今日は7月9日10時38分とまあまあ早い時間なんですけれども今日は、えー、1年越しのね1年以上か、えー、待ちに待った、えー、リトルグリーモンスターのですねブライトニューワールドツアーの横須賀公園に行ってみたいと思います。 いやー、長かったなー、だから俺のチケットは古いやつなんだよね。ま、た大丈夫って書いてあったからだ、まあ、大丈夫なんでしょうけど、まあ横須賀行くのも、まあ行ったことないわけじゃないんだけど、ほとんどまあ行ったことないのに等しいんで、まああの、軍港巡りとかね、あの予約はしてあるんですけど、ちょっとね、これ雨がすごい <laughs>。雨がすごい。うーん、まあなんか、1回の、 のところから見れば、まあ、雨大丈夫って聞いてるんだけど、まあ、ちょっと不安ですが、まああのね、あの焦らずに、えー、行きたいと思いますただ渋滞なんかもありますねギリギリかなこれだとね、はい、じゃあ頑張って、あのー、安全運転で、ね、行きたい、はい、横須浜横須賀道路ですね、えー、のに差し掛かってまいりました、えー、乗船時間が13時の便なんですが 波の到着,到着予告時間が12時半ぐらいを行ったり来たりということで、まあ、ちょっとギリギリですね、心配ですが、いや、なんせ多い、自宅から多いぐらいまでね、1時間弱かかってしまいまして、いや、普段ならね、30分ぐらいで行くようなところなんですけど、まあ、今日は大渋滞ですね。 はいえー、私もねそのまあ、初めて本格的に横須賀に行ったということで、えー、横須賀軍港巡りをですね13時から予約してたんですが道に迷ってしまいましてナビの通り行ったんですよ、ナビの通りに。したらね米軍基地のねあのー、ゲートのところに入りかけちゃったりとかあと、業者の搬入口に入っちゃったとかいろいろあって。で もうここしかねえだろうと思ってショッピングモールの駐車場入ったはいいんですがまあそこから場所がわからなくてもうすぐ電話してとりあえず予約していたものですけどって言ってそしたらまああの電話でやり取りしながらねなんとかあの行くことができましたけどもねえー今回はねなんかえまたね軍港巡りのあの動画も起こしたいと思うんですけどもあの佐世保やねえ呉の方からもねあの護衛艦が来ててまあ 普段横須賀を母校としている、ねあのー、船以外のもの来てたということで、まああのー、今日来たお客さんはラッキーでしたよなんて言って、うん、でも,もう本当に、ね、初めて、ね、こうイージス艦とか、ね、あと、まあ、護衛空母,空母って言っちゃいけないのでも空母だな、あれは、ねうん空母も見て、いやまあ、でっかいしね、さすがだななんて思いましたね。やっぱり 遠征でね、行くときはいろんなこういったねあのー、観光というかね、こともできるんで、まあ、やっぱりそういったところもね、あのー、リトグリライブとかのね、楽しみの一つでもありますね。もう、東京公演も東京公演で好きなんですけどね。 であのー、私、あのーまあのま昼や昼飯どうすっかなと思ったんですよね。うん、あのドブ板通りでハンバーガーでも食べるか、あとはまあ海軍カレーですよね。うん、どうしよっかななんて思ってたんですけど、まあ、結局ね、ドブ板通り歩いてたらあのー、夜がメインなのか、結構閉まってる店多くて、でまあ、お酒を飲むわけにもいきませんし、く 車ですからねじゃあまあカレーでいいやと思ってまあとりあえずでもカレーどこで食えばいいのココイチあったけどココイチ違うだろうと思ってねでまああのそのショッピングモールのところに海軍カレーのなんかお店があったんで、まあ、と俺一人だけだったんですけどねと、まあ、りあえずこの,たのいこの1品しかないらしいんであたビュッフェスタイルで90分食べ放題っていうけどいやそんな食べれないから俺 <laughs> あびっくりしたのは牛乳がついてたことですね牛乳はい 牛乳飲むの久しぶりでしたね。あれカレーと牛乳って合うのうん。で、奥に映ってるのは潜水艦の模型というか、あの、うん、うん、そういうものですね。はい、それで会場はですね、もう17時半からオープンで、えー、スタート18時半ということで、まあ、こちらの方はね、割とあのいつも通りのライブの時間になってましたね。あの、8時までに終わらなきゃいけないみたいなね、もうそういうのなくなったんでしょうね。ちょっと前まではそういうのあったから、ほら、早めに。 始まって8時までみたいなのがあったんですけど、今は違くて、まあ、ここからね、2時間フルでやってましたんでね、まあ、たっぷり楽しめました。で、会場着いて思ったのが、失敗したと思ったのはね、あの、コーレスバルーン持ってくるの忘れてたの。うん。あの、前のアリーナツアーのバルーン、全然しぼんでなかったから、別に、あの、まあ、でも、音が出りゃ何でもいいやと思ってたんですけどね。いやちょっとコーレスバルーンないと、ちょっときついなと思って、まあ、コーレスバルーン買って、 それと、まあ、これだけ一つじゃなんだからと思って、あのー、ギターピックの、ねあのー、ネックレス、えー、もう一個買いました、はいえー、今最初持ってたのは、えー、多分セリーナ水色セリーナ、うん、で多分これ赤はカレンで合ってるかなあちょっとその辺ね俺詳しくないっていうかなんかあんまり覚えてなくて まあ紫色がマナカだっていうのは知ってるんですけど、ぜ、ま、ひ、あ、本当、マナカが欲しかったんですけど、次の,あの群馬でまた買っちゃうかもしれませんね。はい、と、あと T シャツもね、あのリニューアルされてまして、まあ、黒と白なんですけど、BNW の,、ね、のロゴのところにこうカラフルなね背景が入ってた。 ものは売ってたんですがまああの去年のねツアーが延期になって最初に買ったそこの B ブライトニューワールドツアーのツアー T シャツね着てなかったんで、まあ、一度通してみ今日初めて通したんですけど、まあ、悪くねえなこれと思ってあのとりあえず買うのはやめましたで横須賀芸術劇場っていうののね目の前に来て、まあ、あのまさかねこんななんかショッピングモールとかのど真ん中にあると思わなくてあの 国道っていうかねすごい大きい道路の前にあると思わなくてもうちょっとなんかちょっと外れたところにあんのかななんて思ってたんですけどねあのえここかみたいな感じでだから車もねあのショッピングモールの駐車場からすぐこっちの方にの地下駐車場に移動してあの止めておきました、うん、でまあ横須賀芸術劇場っていうのはなんかどうやらね普通のホールとちょっと違ってあのオペラハウスって のよううなな作りになっていいるということこでオペラハウスですよ、オペラハウス。うん、ちょっとね、そこをもう絶対ねあのこう、体験したいなという、ね、部分ではありました。これでですね、私、あの一般発売でゲットしたあのチケットだったんでね、去,去年あの、必死こいても土曜日にもうスーパーリロードの嵐でバーやって取ったものなんで、まああの、一番後ろの席でしたけどね、まあ、5階は。 これだけ見えてたんで、まあいいんじゃないかなと思いましたね。まあ全体見えればね、うん、あと光の演出なんかもね、割とねこう全体見えてた方がね楽しかったし、まあ、表情分かんないですけどね。で、あのこれはまあ新しく買った、ね、Apple Watch SE の場合、あの写真が綺麗にこう前の画面より出るんで、まあ今回もあのリトグリ仕様の、ね、Apple Watch にしておきました。であと ガオライトバンド、ガオライトバンド、ガオライトバンド4になりましたんで、あの、まあ別に3持っていこうかなと思ったんですけど、まあ調子のね、よし、足しがあるんで、今回はあえてガオライトバンド4を持っていきました。はい。えー、実はね、この時すげえ寒かったんですよ。後で気がついたんですけど、エアコンの吹き出し口が自分の真上にあったということで、 まあこれは寒いなと思いましたね。はあまあ、あのなんか羽織るもの持っていけばよかったかなぐらいなぐらい寒かったですね。はい。まあこれでね、あのー、ライブもーうもですね、あのー、終わりまして、ほ、まあ、本当にね、あのー、とにかくあのこのブライトニューワールドツアー、あのアリーナツアーが終わった後にですね、またあのー、 感染対策をきちんと施した上であのやりますよという告知がされてねあの再発売された会場もたくさんあってその時にまあ噂がツイッター上とかで噂があったのは「セリナが出るんじゃないか」みたいなね最初あのアリーナツアーの終わりにビデオが流れてレコーディングしているアリ、えー、セリナが言いましたんで「あの出るんじゃないか」みたいな風にね言われてたんですがあの 公式のねホームページのライブのね方ではあのセリナ今のところ出ませんみたいなね書いてあったんで、あーやっぱり今回はまあ4人でとりあえずなんて思ってたのがもういちょっと前でしたっけそのセリナの体,体調もねあのてかなり良くなってあのこのツアーから復帰できるようになりましたみたいな風になってたんで、ね、もうめちゃくちゃ俺、すごい楽しみだったんですよね。本当に、まあ 俺の推しは基本真中なんですけど、まあ、やっぱり5人でリトグリなんでその4人で頑張ってる頑張ってこう前に進むリトグリもかっこよかったんですけどあのとにかくその5人のハーモニーですよねハーモニーいろんなこう役割があったりとかそれがうまく絡み合ってこの一つのねあの音楽になってるところがリトグリのこういいところなんで。 本当、まあ、ね、セリナがこう元気よく、ね、こう歌ったり踊ったりしてで他のメンバーもやっぱりこうそこに乗っかっていくとやっぱ相乗効果っていうかすごいあるんだなって4人の時は頑張ってる感があったけど5人の時はもうめちゃくちゃこう楽しんでる感が、ね、すごくあってね。 いや本当涙出そうになりましたね。泣かなかったけどね。<laughs> うん、泣かないんだけど、本当ね、ぐーっとこみ上げるものは本当ありましたよ。で、本当ね、行ってよかったなと思いました。もう今回ね、ちょっとね、体力不足でこれ仕事をちょっといろいろ調整したりして、今回の日程、前から出してたんだけど、これすっかり忘れられて、てか飛ばされてて、い、ま、ろ、あ、んな調整してなんとかここに来,て来たんだけど、 まあ、その、無理やりなシフトだったわけですよね。うん、まあ、愚痴っぽくなっちゃうんだけど、まあ、とにかくね、次は、あの、私、行けるのは、今のところ確定してるのは、もう群馬のベイシアの方だけなんで、本当はね、川越行きたいんですけどね、チケット取れなかったんですよ、本当に。うん、どう、なそんなに人気なのかな、川越ね、川越近いしね、多分ね。 まあみんな人気だよね、うん。行きたいよね、本当はね。まあでも群馬の場合はまあ、日帰りはちょっと難しくきついから、まあ1泊して、まあちょっと温泉でも入って、ゆっくりしたいなと思ってるんですけども、さっき言ったように、この日程飛ばす、あの休みね、確保がね、ちょっとちゃんとできればなっていうところで、まあそこ心配なんですけども、まあ、楽しんでね、あの、また5人のね、あの、 楽しいライブをね、見たいと思います。本当に、えー、リトル・グリーモンスターのライブに行ってよかったもうね、ブライトニューワールド最高というね、ただそれだけの動画でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。よっぴでした。さよなら。またどこかで会いましょう。